どうすこい、西庵会長です。ということで今回は真鶴漁港からね、送られてきました鮮魚セット、鮮魚ボックスをね開けてお魚をね調理していきたいと思います。真鶴は神奈川県にあるね港町ですね。そちらからね、鮮魚セットが送られてきました。早速ね開けていきましょう。ででん、袋入りですね。でこれは保冷剤か、海苔の保冷剤ですね。初めて見たこういうタイプ。あーはい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 、なるほどね。中身はこんな感じです。アジ、マアジ、イサキ、チダイ、クロダイですね。まあ普通のクロダイですね。これ締めてあんのかな、のじめかな。エラの色は良さそうなんでね、まあ鮮度はいいはずなんですけど、漁港直送なんで、でも締め跡はないんで多分のじめっすね。イサキいっぱいいますね。今が旬だけど、10センチ15センチぐらいのイサキが、これウリボウみたいな縞模様があるんでね、ウリボウイサキとも言いますよね。ちっちゃいのだけこういうのがあります。チダイが7枚入ってました。チダイも15センチぐらいかな。アジは6匹入ってますね。アジはまあまあ大きいですね。25センチぐらい、このアジが6匹入ってました。じゃあ今日はこのお魚たちでお寿司を作ろうかな。うん、いつもね刺身ばっかりだとあれなんで、今日はお寿司を作っていきたいと思います。鮮度がいいんで多分お刺身もいけると思うんでね。じゃあ例のごとくね、鱗を取っていくよ。アジはね鮮度がいいとね細かい鱗はついてるんですけど、まあ、これも若干ね鱗がやっぱついてるんで取ってあげましょう。でイサキ、ウリボウイサキ、イサキもねこの大きさの割にはしっかりとね鱗がびっしりとねついてますんで、しっかりと取ってあげましょう。で、チダイ、背景はすごくバッチリと入ってます鱗が。で、チダイは今日はこれ皮付きのまんまいきたいので、本当にしっかりね取っていきます。クロダイが今回の鮮魚セットで一番大きかったですね。値段的にはアジが一番高いと思うけど、どうなんだろう。そしたら頭を取って内臓を取り出していきます。内臓も綺麗だ、鮮度抜群ですね。これは白子ですね、クロダイちゃん。白子が、大きい 白子が入ってましたね。チダイ、イサキ、イサキこの大きさでお刺身取れるかな。アジはゼイゴも取っていきます。で、頭を落とす。お、アジは内臓脂肪ありだ。やっぱアジが一番いいな。アジが、ね、一番価値高そうだったもん、これ。内臓脂肪ありです。じゃあ次は3枚におろしていきます。クロダイはこんな感じ。あー、の字っていう身してるな。まあでもお値打ち鮮魚セットなんでこんなもんっすね。でも全然お刺身にはいけそうです。鮮度はいいんでね。画面もこんな感じです。で次はチダイですね。こんな包丁より小さいタイをこの大きなね出刃包丁でさばきます。こういうちっちゃいのは小出刃とかの方がいいかもしれないですけどね。でも大きい出刃で練習すると小出刃も使えますからね。どんな包丁も使えるようになるんで包丁大きい方がいいです。あ、これチダイの方が全然いいわ、ものが。
ちょっとやっぱクロダイは僕のお魚屋さんでもそうだったけど、身が水っぽくなっちゃうんだね。地鯛はこの大きさでも全然クロダイより美味しそうだよ。クロダイは多分あんなもんや。ほいほいほい。ほら、身の怒り具合が違う。こっちの方がね、身が怒ってる感じする。身割れしてないもんね、全く。よいしょ、次はイサキ。この大きさのイサキ初めてお刺身するけど、どうなんだろう。まあちっちゃいから脂はないけど、身は良さそうですね。こんな感じ。まあ、の字だから若干ね、身に血が回っちゃってますけど。で、最後に多分今日一番美味しいアジですね。お、やっぱそうだ。はい、油ありです、これ。まあ、の字だから若干ね、身がちょっと白濁しちゃってますね。え、そしたら削状にしていきましょう。まず黒鯛。うち小魚たちはね、センター分けせずに骨を抜いていきます。あー、骨抜きやす。身がね、イケモンじゃないからスッスッスッス抜ける。骨が素晴らしい。ただ身が崩れやすいんで、その分細心の注意を払ってね、抜いていきましょう。これがイサキですね。うん、スイスイ抜けていきます。最後の骨抜きはアジです。まあ、こんな感じで、で黒鯛は、センターカットで、イサキ、アジ、チダイは真ん中のね、中骨を抜きましたと。そしたらこれをね、塩水処理していきます。塩水処理はね、氷塩水にしましょうかね。より冷たくして、まあ、塩多めです、今回の字なんで。まあ、塩水処理をね、する理由の一つとしては、まあ身の表面な、汚れとか取るのもありますけど、身の中にね、ある余分な水分を、まあ、浸透圧の関係でね、取ってあげます。なんで、のじの魚も若干ね、締まっていくと、そういうことです。のじの魚はね、ちょっとやっぱ水っぽいので、塩水処理させることによってちょっとね、身を引き締めてあげる。で、触るとね、身の表面がね、ちょっとぬるっとしてくるんですよ。ぬるっとしてきたら、まあ、水分がね、表面から出てるっていう証拠なんで。で、これすることによって、しょっぱくなるとかはないんで、安心してください。ちゃんと水分拭けば大丈夫です。こうやったらね、しっかりと水分を取っていく。ほら、こんだけ汚れてるんですよ。しっかりペーパーで水気を取ってあげます。はい、そしたらね、この塩水処理したお魚たちを、皮引きしていきましょうか。まず黒鯛。
で、イサキ。イサキうまそう。こう見るとイサキやね。次第はね、こう皮ついたまま食べてみたいので、形だけ整えますわ。で、ここで飾り包丁入れる。こんな感じ。アジの皮引きはね、尻尾からじゃなくて、僕はね、この頭の取っかかりにね、包丁の背中で、ここ押さえて、包丁の背中でこうやって押していく。そうすると見て、一番これがギンギラ残るのすごいっしょ。これ普通の皮引きでこう尻尾からピュッていくのもいいんだけど、そうするとね、若干やっぱハゲちゃうんですよね。やっぱ頭の方ね、頭から包丁の裏で、ね、でこういう時あの歯が上になってるんで、指切らないように気をつけてね、やってこうやって包丁でズイ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 と押していくと、このようにめちゃめちゃ綺麗に皮が引きます。はい、そしたらね、じゃあ酢飯用意しました。握っていきましょう。まずシャリ玉作ります。こうやってシャリ玉作って、あ、黒鯛とかまあ切ってねえじゃん。まあいいか。とりあえずじゃあ血鯛の丸々半身分ちょんと乗せて、お手返し。堀横島シャリ玉を作って、大きいお寿司になるね。入れて、お手返し。アジもでっかく、ちょっとこの辺を捨て柵にして、多分油がすごいから、アジも飾り包丁で、飾り包丁入れてあげる。で、イサキも丸々一匹でいこう。黒鯛も一枚やな、これ。背中は2貫ぐらい取ろうか。で、おにぎりにしないようにね、ふわっとシャリをふわっとさせるんですね。丸くふわっとさせて、で、わさびがあるときわさびでピッとピッとやって、こうやってくるんと。へい、お餅。イサキ。イサキお待ち。黒鯛。はい、黒鯛お待ち。はい、完成しました。マナズルさん鮮魚ボックスで作ったお寿司の盛り合わせです。食べていきましょう。いただきます。早速食べていきましょうか。じゃあ、まずは血鯛から。これ血鯛どうですかね。血鯛身はね、一番綺麗でしたよね。いただきます。うん、うん、これね、美味しいけど、昆布締めとか酢で締めて小肌みたいにした方が良かったかもしれない。でもこれはこれでまた美味しいですね。でも、もっと美味しくなるポテンシャルあるわ、これ。うん、うん、まっ。多分ね、アジが一番美味しいんで、黒鯛次いきます。うん、あ、
もっと水っぽいと思ったら意外としっかりしてる。これやっぱ塩水醤油したからだ。意外と身がね、本当にしっかりしてる。でも黒鯛独特のね、あの舌触りっていうか、そういうのはまだね、残ってましたね。うん、次、イサキいきます。お、イサキ油あるね、若干醤油に油浮いてます。うん、うまっ。イサキいけるやん。今のとこイサキが一番うまい。この小ささでもしっかりと油はありますね。これ大きかったら相当うまいぞ。イサキの刺身抜群にうまいからな。アジちゃんいきます。アジはねめちゃめちゃ脂乗ってるから。ああ。うん、やっぱそうだ、アジが一番うまい。このアジは脂も乗って、あのアジの味がちゃんとしてる。うまい。ノジでもこんなうまいんだね、アジって。池だったらでももっとうまいんだろうなこれ。ごちそうさまでした。ということで、今回は、真鶴で獲れたお魚たちを使ってお寿司を作ってみたという回でございましたけど、まあ、今回の鮮魚ボックスは、まあ、ぶっちゃけ前日の、量がねあんまり調子良くなくて、ちょっと小魚がね多めになっちゃったんですけど、普段の鮮魚ボックスは、ね、もうちょっとね、大きいお魚も、入るということなんでね、まあ、会長の魚屋さんじゃないですけど大木水産さんのね公式 LINE のね、サイトからご購入可能ですので、ぜひね真鶴のお魚気になった方もね、概要欄の方をチェックしてみてくださいということで、今回もご視聴ありがとうございました。次回も広告期待、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、バイバイ。